皆さんこんにちは。じゃじゃーん。うちにめちゃくちゃ大きい段ボールが届きました。何が入っているのでしょうか？その前にどれほど大きいかと言いますと、こちらがコロ吉ハウスです。はい、わかりますでしょうか？コロ吉ハウスよりも大きいですね。コロ吉ハウスよりも大きいです。皆様、このメーカーご存知でしょうか？ブルイクというメーカーでーす。では、段ボール開けてみたいと思います。何が入ってるのかな？じゃじゃーん。はい、袋から出しました。はい、こちらリュックサックでーす。はーい。これ、すごい。じゃん、こういうボタンなんですけど、ここに、ラケットを入れることができます。これが、このボタン？これがおしゃれ。こんな感じでラケットを収納することができます。すごい。ちなみに私のラケットはこれ、もう10年前から使っているスリクソンの 4.0 です。もうだいぶ古いラケットです。廃盤になってます。で、このリュックめちゃくちゃポッケがついていまして、中がね、すごい柔らかい生地、わかりますかね？こういう携帯とか入れても画面が傷つかないような柔らかい生地になってます。一番後ろのチャックを開けると、普通のリュックよりめちゃくちゃチャック開くんですよね。ガーンって。で、ここにパソコンとかを入れられるみたいです。パソコン、ここにね、ラケットも入るんですけどね、パソコンも入れても OK。 じゃじゃーん。ここもぽっくり開きます。ぽっくり開きます。で、中にもここまたパソコンも入れられるようになっていて、このね、ちっちゃいポケットがほんといっぱいついてる。ちっちゃいポケットがいっぱいついてて、もうめちゃくちゃ入ります、荷物。めちゃくちゃ入ります。で、こっちの反対側にも、もうね、メッシュのポケットもついていて、これもね、メッシュのポケット。ね、もういろいろ分けて使えますね。これも？じゃん。あ、すごい。こっちにも入れられて、こっちにも入れられる。すごい。もうどこに何しまったかわからなくなっちゃうぐらいポケットがついてます。サイド、ペットボトルとかが入るようになってます。反対側のポッケ、これも、ここもドリンクが入るようになってる。濡れても大丈夫な素材になってます。飲み物があって、この一番後ろのチャックがあって、間にここチャックがあるんですね。ピッて開けると、このメインのところをこの横のチャックから取れるようになってます。で、一番下のチャックを開けると、この下のところは多分シューズ入れとかになってます。あ、え、一番下に入ってるんですよね。あ、これだ。じゃーん。これね、シートついてるんですよね。これで、急遽、雨が降ってきたら、じゃん、わかりますか？今これ、包んでみました。すごい。これラケット、グリップの部分出ちゃうのかなって思ったんですけど、グリップの部分まで、ちゃんと隠せるようになってます。カブトムシみたいです。で、ここ、肩の部分がすごい太くなってるんですね。このおかげで肩に負担がかからないので、荷物が重くなっても肩が痛くならないように作られてるみたいです。で、この胸の前に、携帯を入れられる、これ携帯を入れられるところがあります。柔らかくなってて、携帯の画面とかが傷つかないようになってます。ここちょっと穴があるんですけど、この胸のところ、何に使うか、わかりますか？ はい。正解は、こう、メガネとか、サングラスを、ここにヒュッてかけて、持ち運ぶことができます。と、あと、もう、がっちりしてて、めちゃくちゃがっちりしてるんで、かっこいい。見た目がかっこいい。ちょっと、女子向けっていうよりかは、男性向けですかね。この前回のリュックは全部、このチャックの部分とか全部黒だったんですけど、これ新作は
この白のラインも入ってくれてかっこいいなと思います。皆さん、このメーカーはブルイクと言います。ブルイクテニスとかで探せばネットとかでも出てくると思います。これもう知る人ぞ知るっていうメーカーで、テニスやっててこれ持ってたら、おこいつなかなか知ってるなって思われるようなメーカーだと思います。結構ねいい値段するんですけど、男性とかテニスコーチとかにすごい売れてるらしいです。はい、これがブルイクのリュックサックです。はい、じゃあ外で遊ぼうね。